体操はその日の自分の体調を見て無理のない範囲で自然に呼吸を行いながら実施しましょう。1、腕、体幹伸ばし。一歩前に出した足に重心を乗せ、両手を上げ背伸びをしましょう。左右交互に2回ずつ行います。音楽に合わせてかかとを約10センチ上げ、自分の体重をかかとに乗せるように落としましょう。2、肩の上下、首回し。両肩をゆっくり持ち上げ下ろします。2回行いましょう。ゆっくりと首を右から回しましょう。左に回しましょう。かかと落としです。不安定な場合は手すりなどを持ち安全に行ってください。3、脇腹伸ばし。手首を持って上に上げ体を倒します。次に反対です。左右2回行いましょう。かかと落としです。4、肩回し。両手を肩に置き、肘で前から後ろに円を描くように2回回しましょう。後ろから前に2回回しましょう。かかと落としです。5、体のひねり。両手を前に伸ばし、左に体をひねります。次は右に2回行います。かかと落としです。6、背中と胸の体操。両手を組み前に伸ばします。背中を丸め、おへそを見るようにしましょう。両手を後ろで組み、胸を大きく広げましょう。かかと落としです。自然な呼吸でストレッチができていますか？7、太ももの引き上げ、体のバランス。背筋をまっすぐ伸ばし、肘と膝ができるだけ体の真横でつくように引き上げましょう。左右交互に行います。8、スクワット。足を肩幅より大きく開き、つま先を外に向けます。手のひらを上にし、おへその前で手を組み、息を吸いながらゆっくりと腰を下ろします。この時膝がつま先より前に出ないようにしましょう。9、ふくらはぎ伸ばし。右手右足を前に出し、かかとは床につけたまま重心を下ろし、ふくらはぎを伸ばします。左右交互に行いましょう。かかと落としです。10、足首手首回し。右足首を外回ししましょう。内回しです。左足首です。内回しです。手を組み、手首をゆっくり8の字に回しましょう。深呼吸です。大きく鼻から息を吸い、ゆっくりと口から吐きましょう。
皆さん、できることから始めましょう。レッツ